の宿が出なきゃダメなんですかね、そこを見ておいてください。うん、これ気持ちがいいですよ。あ、そうなんです、うん、だからじゃあ僕らのお友達の昔は結構あったかいんで、あ、温度がなんかポッポして気持ちいい。もともと人間はだから自分、私が例えばちょっと腰とかに当てると気持ちいいですよ、ね、ああ、そうですよね、わ、はい、かります。目つぶってる。この前にね、あらららららら、左に見てる。いいわね、ちょっと年寄り臭いわよ。まあでもね、捕食動物だからやっぱりまだちょっと動きが本当じゃないのはね、相当悪いと思ってもらった方がいいです、はい、先生さんの場合は。だから体重が今だったらまだこの子生後どれぐらいだっけ、もうすぐ8ヶ月ですね。まあ増えることはない、そんなに増えることはないし、減っちゃダメですよね、維持されるんだったら。昨日は本当に食べてなくて、病院から帰ってきてやっと食べ出して、カラカラでよく動いて。るかな、ちょっと保湿剤かけて溶かしますね。これもあの血の巡りが良くなりますね。なんかこう気持ちいいなって感じ、なんか気持ちよさそうにして、夜間って何時からやってました？8時半から。あ、8時半からやってました。電話で、うん、あのすぐ連絡して行って行きました。でなんか最初なんかワンちゃんと猫ちゃんしかダメって言われたんですけど、一応症状言ったらじゃあ見ましょうってくださって。いや、うちの患者さんであそこ行ってる人いるんですよ。だから問い合わせ、ちょっと私がもう夜見れないって言って紹介して、でチンチラも見てもらったことあるもんだから、そうちゃんと点滴もしてくれたし、あの割と痛み止めとかね、あの胃腸が薬も言ってくれてたもんですから。そうなんですよ、あの先生の名前出したらあっていう感じで急に変わって態度も、あちらの最初ちょっとみたいな感じだったんですけど、でこちらにあのお世話になってっていう話したら、だからあのこちらでまず見れるかじゃあ判断してって言って、でそれで見ますって言ってくださったんですよ。あらさあくん、うん、でもそうか、毎回同じ先生じゃないもんね、あそこもね、夜だから。なんか可愛い先生ですか、順番に回っていくから、うん、これね、すごいでしょ。すごいですね。でこれね、ブラッシングしてなかったら食べてます。あ、はい、この子の胃に入ります。そうですよね。で、チモチをたくさん食べてる子はこれが便として一緒 で、ね、でもチモチの食べるの少ない子とか相当食べてるとチモチで追いつかなくなって胃の中に溜まったりとか、これが先に流れてくると小腸で詰まったりしたり、そして胃腸の動きが悪くなって、それでもご飯食べなくなっちゃうとか結構います。だからこの間って出してるよね、保湿剤出してますもんね、はい、毎日ブラッシングね。ブラッシングだけは、まあ、あの 時々なんですけどね、あの、あれから1日おきぐらいで主人がこう嬉しそうにやってるんですけど、毎日やりましょう、はい、まあ、治療ですから。いいよ、大丈夫だよ。ごめん、ちょっともうちょっと上に上げようか。怖い、はい、ごめんね。
で多分昨日が 10cc ぐらいやってもらってるみたいなんですけど、今日はちょっともうちょっと増やして25ぐらいね。はい、ミルこっち。あすごい大きい。だいたい 25cc がこの子の1日分の、はい、あの点滴の量ですね。うんね。でも偉いね。偉いね。元気ないんだよね。学校は総合ビタミン剤と肝臓とか心臓をちょっと元気にする薬、はい、それから、胃腸を動かす薬、それからお腹の痛み止めと、はい、もう一個消炎鎮痛剤ね。あすごいいっぱい。こんだけね。はい。よし。偉いね。なんか泣きません。甘えてるの痛かったよって。痛かったよ。ありがとうだね。それじゃあね、今からちょっと薬作りますから、はい、ちょっと待ち合いで待っててもらっていいですか、はい、でお薬ができたらまたお呼びしますんで、薬は毎日何でしょうか。観察の様子ですね。だから